まあ、氷門からプラチカに入るタイミングって、はい、どういう時点で手出しました？あ、やっぱ氷門が完全に身についたらっすね、うんうん、そう、完全に身についたの基準は自分の中で、はい、標準問題成功 2D で、うん、例えばランダムにテストして、うん、武田塾教務所の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、こう夏がこう終わろうとしてますが、うん、はい、この夏を振り返ってもらおうということでアンケート企画、お、皆さん夏に行った場所を教えてくださいという企画をやりたいと思います。お、なるほど、うん、で選択肢はまず1つ目、海海水浴とか、お、はい、で2つ目、うん、山、うん、で3つ目オープンキャンパス、これはどこの大学行ったかも書いてほしいですね。あ、そうですね、コメント欄とかで、うんうん、はい、で4番、武田塾の受験相談、おー、ね、どの校に行ったとかも書いてほしいですね。そうですね、やっぱ夏やからこそっていうのはありますよね、うんうんうん、で、最後5番が甲子園、高田君の趣味ですね僕野球好きなんで高校生やったらやっぱ甲子園行きたいなと思いますけど、でも多分コメント見てる、なんか動画見てる人の中に、はい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 、自分の学校は甲子園ですとか出てましたとか、はいはいはい、なんなら、いや僕出てましたよね野球部の子でいるかもしれないよね、はいはい、いや全然いると思いますね、うん、やっぱ自分の高校出るとやっぱその学校全体で応援に行かないといけなかったりとか、うんうん、そういうのもあったりすると思うんで、吹奏楽部とか応援の方で出てました、ね、確かに。というわけで、はい、皆さん夏の思い出というか夏の行った場所を教えてください。はい、はい、じゃ今日も質問が届いてます。はい、阪大法学部志望の高3です。はいはいはい、表門を一通り解けるようになったのですが、うんうん、新しく文系プラチカを買うか表門何周もしつつ過去問を解き始めるか迷っています。どちらがいいかアドバイスよろしくお願いします。これ高田先生リアルにやったことですよね。はい、やりましたね、うん、はい、まあ、表門からプラチカに入るタイミングって、はい、どういう時点で手出しました？あ、やっぱ表門が完全に身についたらっすね、うんうん、そう、完全に身についたの、はい、基準は自分の中で、標準問題成功 2D で、うん、例えばランダムにテストして、うんうん、まあ、ちゃんともう満点近く取れるようになったかどうかっていう、うんうん、ところですかね。大体ランダムでやるのは何問ぐらい？まあ、10問ぐらい10問ぐらい、はい、でも即答できるレベルみたいな。そうですね、うん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 、はい、っていう基準で標準問題成功が身についたら、うん、じゃあ次、そのワンランク上のレベル文系数学両門のプラチカに入ってきましたね、うんうん、そのプラチカに入ったタイミングは何月？僕京都大学志望で高3の7月にプラチカ始めましたね。過去問に入り始めたのは？過去問は高3の8月から少しずつやり始めたって感じですね。ってことはプラチカはまず間違いなく終わってないよね。終わってないですね、プラチカと過去問を並行でやってました、うんうんうん、なんかなんでその過去問をさプラチカ終わんないのに入ろうと思ったの？あ、やっぱ模試とかもありましたし、うんうん、まあ、早めにどんな問題出るのかなって知っておきたかったのと、うんうん、まあ、この阪大志望のこともそうですし、標準問題成功でかなりレベル高いところまで扱っているので、はいはいはい、標問が身についたら解ける問題も全然あるんですよね。確かに、そうだね、なんでプラチカやりながら過去問もやるっていう感じにしてました、うんうん、でプラチカは最終的に全部やったのやってないの？全部終わんなかったです僕。まあ、7月に始めたんで、うん、普通に考えたら終わるんですけど、うんうん、なんていうんですかね、全分野やることよりも優先順位高い分野を完成度高くすることを意識してました。それはやっぱその過去問の傾向を調べて、はい、絶対出てる例えば微積の範囲とか、はいはいはい、確率ベクトルあたりから固めるみたいな、はい、そうですね、うんうん、まさにおっしゃった通りで、うん、微分積分、うん、確率整数、うん、数列ベクトル、うん、まあ、こういった分野がよく出る分野だったんで、そこを優先的に潰していって、うん、であんま出なかったような例えば三角関数とか指数対数のところとかは表問までは身についてるんで、うんうん、まあ、プラチカはやらなくていいかなと、うんうん、それやったらその優先順位高い分野を繰り返しやっていこうというふうな判断をしましたね、うん、その過去問に入る前に先に終わらせたプラチカの範囲はどの辺だったの？はい、あ、それは本当微分積分とか数列とかさっき言ったようなよく出る品質分野です。その辺だけ一周して、はい、とりあえず、ね、見たことあるなぐらいまではしてって感じですか？そうですね、うん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 、で復習と過去問が同時に始まるんですね。そうです。ということで、まあ、ここからの流れ、今の話をまとめていくと、はいはい、まあ、まずとりあえず表問の完成度が、まあ、10問ぐらいランダムテストで全部即答できるレベルまでいったらプラチカ入りましょうと、はい、でプラチカを一旦1ヶ月ぐらいまずやって、はい、一周、まあ、出やすい分野とかをね、はいはい、先に過去問で見て調べた上でやって、それが終わったら過去問を1年分、週2年分ぐらい解きつつ、はいはい、プラチカを復習していく。そうですね。で、はい、
プラしかやってない範囲もあるから、それは標準で復習していくみたいなイメージで大丈夫ですかね。はい、うん、大阪大学だったらそれこそ標準問題成功で十分特定できる問題もあるので、うん、まあ、そのプラチカをやりながら判題の過去問をやっていくっていう方法でいいと思います、うんうんうん、ですね。で、数学で、まあ、ごめんなさい、数学で稼ぐってなった場合、そのプラチカがすごく生きてくるので、うん、プラチカの解き方、考え方をしっかり身につけていってほしいですね。あの、基本的に困ったら使うって感じですね、プラチカは。そうですね、標本で極力戦い抜いた方が、はい、それはね、完成度上げられるわけだから、はい、いいっちゃいいんですよ、はい、だけど標本じゃ明らかに解けないもので時点のにプラチカ使わないっていうのも微妙なんで、まあ、わざわざ早いところをね、過去問を見て解けるのか解けないかぐらいのチェックは早い段階でしといた方がいいかな。そうですね、うん、いうぐらいの感じですかね、うん、はい、はい、という形で、標本と過去問とプラチカをうまく使いこなして、うん、判題で合格点取れるようになってください。はい、今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。